遅いよ朝日、待ちくたびれちゃったじゃん。一応聞いといてあげる。今日は一体どんな言い訳を用意しているのかな。だけど朝日って昔から不思議と人を寄せつけるよね。面白い仲間たちだね。何笑ってんのよ。このニートの教育係はあんたでしょ。え、僕？朝日は僕の前を走り続けてよ。休んでる暇はないから。やだよ。ねえ、なんで、なんでなの。ずるいよ。僕たちは一人を殺して百人を助ける。君が妄想を壊したんだ。そして一人の人生を変えてしまったんだ。いいよ、これで最後にしよう。朝日のことよろしくね。それじゃあ、バイバイ。